はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日はですね、皆さんこの、ナンバーズ9、天外星ダイソンスフィアというモンスター、これご存知ですか？これゼアルで出てくる、V っていうね、トロン一家のお兄ちゃんがいるんですよ、長男の、エースモンスターが実装になりまして、これ、V 来ねえんかな？なんかちょっと、V が、のエースモンスターなんで、なんかなんでここで実装したみたいな感じのあのモンスターなんですが、とりあえず、こいつを活躍させていくっていうデッキですね。全力でこれどういうモンスターかっていうと、レベル 9×2 で作るっていうちょっと難しいんですよ、作り方で。このカードよりこうかね、このカードより攻撃力が高いモンスターが相手のフィールド上に存在する場合っていう、ちょっとすごい難しい条件。これそもそも2800打点あるんで、こいつよりも高い攻撃力を持つモンスターが相手フィールド上に存在するってそんなになんかないんですよね。ないんですけど、あった場合、自分のメインフェーズ1にこのカードのエクシーズ性を1つ除いて、このターンこのカードは直接攻撃をすることができると。これね、ブルーアイズとかがいるとすごいありがたくて、ブルーアイズがいればこいつ2800じゃないから3000じゃないですか、だからダイレクトアタックできるんですよ。でダイレクトアタック2800でできるんですね2800ダイレクトはさすがに強いっしょっていう。でエクシス剤を持っているこのカードが攻撃されたバトルステップに一度、その攻撃を無効にするよっていう効果を、持っています。でこのカードがエクシーズ素材のない状態で攻撃対象に選択されたら自分の持ちのモンスターを素材にできるよっていう2枚なので、攻撃に関してはめちゃくちゃ強いんですよ、対攻撃に関しては。だから例えばブルーアイズとかでね、バーバーって殴ってきても、なんかその無効にして、で素材なければもう一回吸収して素材を作るっていうことができますから、これ結構ね、戦闘バトルフェーズ中の攻撃に関しては割とだから耐久性が高いと。まあ、ただしこの効果除去がめちゃくちゃ流行ってる環境なんで、こんなモンスターで耐久できるほど甘い環境じゃないんですよ。まあ、トラップとかモンスターの効果とかでバンバン除去される環境なんで、こんなモンスターでなんかバトルフェーズ中に無効効果とか使って勝てるほど甘い環境ではない。で、じゃあ今日何していくかと。一番のこの直接攻撃ができるっていう効果で、を使った後に打点上げればいいんですよ。こいつあと1200上げたらさ、4000届くじゃん。だからね、一気加勢するんですよ。ゴミデッキだな、相変わらずゴミだな。作るデッキなんかこういうゴミみたいなデッキしかできないんだけど、俺どうしたらいい。第3スフィアのダイレクト効果を使いまして、2800ダイレクト確定させた後に一気加勢して4000300で、ダイレクトするっていうゴミデッキです。でどうやってそのまあ出していくかっていう、レベル9を揃えていくかっていうと、いろんな方法はね、レベル9出す の方法あるんですけど、一番簡単だと思うのは、個人的にはやっぱりね、オノマトランスを使ったガガガシスターとマジシャン。これがね、すごい簡単です。ちなみに、このギミック以外は、まあ、オノマトデッキのギミックが結構入ってたりするんで、割とね、普通に戦うっていうことももちろんできるんですよ。ギミック的には。できるんですけど、ダイソースフィアを出すためには、やっぱサーチがあるデッキがやっぱ一番強くて、例えばオノマトランスだったら、これちなみに手札にね、マジシャンとシスターが揃ってれば出せるんですけど、これどっちか引いてればどっちか持ってくるじゃないですか。だからね、かなりね、ダイソンスピアを特殊召喚する、動きは安定します、かなり。でどうやってやっていくかっていうと、マジシャンはこれレベルをね、自分のレベルを1から8のレベルにできるんですよ、マジシャンは。で、シスターは、フィールド上のモンスターの、レベルをそのモンスターと合計したレベルにできるっていう効果があるんで、こいつのレベルを7にして、で、シスターのレベルを合わせる効果を使うと99になるんですよ、これ。だから99でエクシーズ召喚できるっていう。で、シスターでね、ウィンド持ってくれば、ウィンドの効果でマジシャン出せますから、この2枚を揃えればもうこれなんですよ。これが多分ね、ダイソンスフィアを出すだけだったらすごい安定すると思う。はい。っていう感じのデッキになってます。環境的に3000を相手に出してもらうのが超難しかったです。はい。撮影、めちゃくちゃ大変だったんで、よかったら見てください。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、進化した最強ドラゴン。やっと来た。チャンスだ。このデッキ、基本的に相手のフィールド上になんか攻撃力がめっちゃ高いモンスターがいないとダイレクトアタックできないんですよダイレクトアタックできないんですよね。だからブルーアイズめちゃくちゃ嬉しいんですよ。
なんか皆さんどう思いますか。私はこのデッキを使っていてブルーアイズ濃いと思いながら今あのずっとランク戦やっていて、まあ、無限にオノマトムーブして勝ってたんですけども、まあ負けるときも負けますけど、オノマトムーブをしてなんかこれダイソンスフィアデッキじゃなくねって思ってたんですけども、オノマト魔法発動、これやっとオノマトムーブじゃなくてワンチャンこれ半的にこれバックあるのかな。バックあったらまたちょっと話変わってくるんだけど、これちなみにですね、一気火星をガガガ侍に打ってガガガ侍の3400でダブルパンチするっていうこあの何戦法タクティクス結構強いです。なんか謎にガガガ侍の3400ダブルパンチで結構勝ってるから意外と。サイクロンしてバック割ってでガガガ侍出してで一気火星して3400ダブルパンチっていうゴミみたいな戦法で意外と何回かかってますんで、意外と割と悪くはない。来た来た、これ来たバックライン神ゲーだ。なんて神ゲーなんだ。オノマトランスの効果発動、オノマトランスの効果によってもうどうでもいいこのオノマトペアとかいうモンスターはデッキに戻し、そしてガガガシスターを手札に加えていくぜ。これねダイソンスフィア出すだけだったらこのデッキが一番安定感だから、ガガガシスターの召喚、ガガガシスターの効果発動、ガガガシスターの効果によってもちろんガガガウィンドウを手札に加えていく、そして手札よりマジックカードガガガウィンドウを効果発動、ガガガウィンドウの効果によって手札からガガガマジシャンを特殊召喚、そしてガガガマジシャンのモンスター効果発動、このモンスターはレベルを7に変更できる、さらにガガガシスターのモンスター効果発動、ガガガシスターのモンスター効果によって自分のフィード上のモンスターをのレベルをターン終了時まで9にさせてもらう、そして現れろナンバーズ9、我が背負うし運命よ、今こそ銀河を飲み込む巨大なダイソンなりて降臨せよ展開せダイソンスフィアダイソンスフィアのモンスター効果発動、オーバーレイユニットを一つ使い、このモンスターはこのターンダイレクトダックをすることができる、マジックカード一気火星を発動シャーオイッチャイうおらー5800ダイレクトブリリアントボンバードメント、じゃあ変身したどうでもいい、そんな効果はどうでもいい、フリーボール投げれる女ら投げてみやがれ、ブリリアントボンバードメント、やっと決まった、ありがとう吸引力の変わらないたった一つの掃除機。このデュエル、さあお相手の方、俺のターンだ、人手先輩ですね、人手先輩、調和の宝達いいだろう、調和の宝達、おドラグニティ、なるほど、あドラグニティもワンチャンじゃねえか、シンクロ召喚してくれたらダイソンスフィアあると、シンクロ召喚してくれたらダイソンスフィアある、ちょっとクリボールがね入ってるんで、あのデッキは多分ですけど、ドラグニティディックス OK、 クリボール入ってそうなんでちょっとそれだけちょっと心配かなと思いますけども、さあドラグニティクーゼの効果いいだろう、さあクーゼの効果で、さあ特殊召喚、これで一応あれだな、アスカロンまでは出てくるね、あと伏せが何枚あるかっていうのと防御力があるかっていう話はあるんだけど、いやーこれはねー、これはねー、これはですね、圧倒的ダイソンスフィアチャンスではあるんですよ、これ本当ね、ほとんど出ないからダイソンスフィア、環境的にやっぱその2800か2801以上のモンスターが先行でポンって立つっていうデッキあんまりないんですよね、なんでちょっとねワンチャンあるね、これは、いや言うてね、ドロドロ、なるほどドロドロ使えねえな、ドロドロは使えない、もうこれダイソンスフィアチャンスじゃないだろ、オノマトランスの効果を発動、オノマトランスの効果によってズババドロドロじゃねえや、ドロドロを墓地のデッキに戻し、ガガガマジシャンを持ってくるぜ、見たことねえだろこれオノマトランスでガガガマジシャン持ってきてる人も俺くらいしかないわ、ガガガシスターの効果発動、ガガシスターの効果によってガガガウィンドウを手札に加えていく、いや多分ねコズミックサイクロンあたりだと思うんですよね、ガガガウィンドウの効果発動、あ多分ねこれコズミックサイクロンだと思うわ、そしてガガガマジシャンを特殊召喚、そしてガガガマジシャンの前にこっちを特殊召喚しておく、いけスーパーバッチョガガコート、
そしてガガガマジシャンのモンスター効果、このモンスターのレベルをターン終了時まで7にできる。さらにガガガシスターの効果、レベルをしっかりと9に合わせていく。レベル9のモンスターが2体来るぞ。ユーマン現れるナンバーズ9、我が背負い師運命よ、今こそ銀河を乗り込む巨大大地の相手降臨せよ、天界星ダイソンスピアー。モンスター効果、このモンスターはこのターンダイレクトアタックをすることができる。頼むクリボールやめてくれ、クリボールやめろ、クリボールやめろ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、クリボールやめろ、クリボールやめろ、いけー、ブリリアントボッパーロメントあ、俺の負けだ。20試合ぶりくらいのダイソンスビやってたわ。さあお相手の方、お邪魔たちの動きを、お前さなんかよくわからんデッキ使うのやめろ、予想外なんか強そうだな、やばいね、お邪魔かも、シンプルに、シンプルにお邪魔出てきた。なるほどなるほど、馬の骨の体か、いいだろう、馬の骨の体か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 、やばいぞ、馬の骨の体か、やばい、馬の骨の体かで圧倒的にアドバンテージを稼がれてドローされてね、墓地から融合とかいろいろ起きるんですけれども、まあでも言うてね、あのデッキはね、サイクロンをね、融合、ほう、いいだろう。さあ、融合の効果、やばいやばい、3体やめて。3体やめて、あ、2体。それだったらまだいいね。それだったらまだ、シスターでボルト持ってきたら多分なんとかなるから、あ、オッケー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 。まあ、それだったらまだワンチャンあるね。ワンチャンある。そのデッキの回答があるっていうところ見せてやるよ。やらせん。リバース。やばい。やばいふざけんなよ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 、なんだよこれ、どうなってんだよ遊戯王デュエルフィックス、なんでモンスターバック3個しかねえんだよ、なんでまだお邪魔キングとかいうゴミみたいなモンスターがいんだよ、どうしてだよ、どうしてどうしてだよ